週間高速道路80号線、カリフォルニア州、バークレーフリーウェイのジャンクションフリーウェイとは、アメリカやオーストラリア、南アフリカ共和国などの国々で高速道路を指す言葉である。アメリカでは最上位の幹線道路として位置づけられ、定義の上では往復分離交通であり、信号及び停止標識がなく一般の道路と立体交差し出入り制限をしているものを言う。 周回高速道路と都市高速道路がこれに該当する。この他にも立体交差構造を持ち、フリーウェイと呼ばれている道路もある。また、同種の道路の故障として、エクスプレスウェイ、ツルーウェイ、ターンパイクなどという単語も使用される場合がある。ただしセルウェイ、ターンパイクは有料道路を指すことが多い。もともとは立体交差構造なので、 一般道路のように信号など、交通整理による停止が不要なことからフリーと呼ばれたのであり、通行料が無料であるから、フリーと呼ばれたのではない。通行が有料のフリーウェイも存在する。有料道路は、通るウェイと呼ばれ区別される、土木技術者の間で受け入れられている、合衆国の定義によると、エクスプレスウェイは、隣接地の所有者が侵入する法的権限を持たない。 幹線道路を言う。フリーウェイは流れの自由な、つまりその道路の本線において、信号機や一時停止の標識が必要な交差点などが存在しない、エクスプレスウェイを指す。別の見方では、エクスプレスウェイは侵入が制限されたものであり、フリーウェイは侵入が管理されたものであるとされる。しかしながら、多くの一般人は、フリーウェイのフリーを 利用料金が無料であるとの意味に誤解している。カリフォルニア州などのように、大多数のフリーウェイが無料である州もあるが、イリノイ州やフロリダ州のように、特定のエクスプレスウェイにおいては各出口や、本線上に、料金所を設置している州もある。法令上は、アメリカ連邦法により、及びほとんどの州で州法により、エクスプレスウェイ及び、フリーウェイという用語が、常実のように、 土木技術者の用法と同様に定義されている。しかしながら、これら二つの用語の区別は普遍的なものではない。最初期にフリーウェイを建設したいくつかの州では、エクスプレスウェイということフリーウェイという語は同じ意味を持ち、通常エクスプレスウェイないしハイウェイという言い方が好まれている。その他の地域ではフリーウェイという言葉は一般的である。しかし、 両種の道路を多く持つカリフォルニア州と比較するとフリーウェイとエクスプレスウェイの区別は必ずしも明確でなくよく理解されてもいない。フロリダ州は例外でありエクスプレスウェイの子とフリーウェイの子は異なる二つの意味を持つ。フロリダ州ではエクスプレスウェイは侵入の制限された有料道路と定義される。一方フリーウェイは侵入の制限。オーストラリアでは 自動車専用道路をフリーウェイ、またはモーターウェイと呼ぶ。自動車専用道路はフリーウェイと呼ばれるが無料という意味ではなく通行料が必要である。シドニー、メルボルン、ブリスベンといった都市部では ETC 化されている。コネチカット州、イリノイ州、マサチューセッツ州、ニュージャージー州、ニューヨーク州及びペンシルベニア州など。 ニュージャージー州とペンシルベニア州では、旧来から存在する道路は、エクスプレスウェイという名前のままであるものの、より最近になって作られたものは公式に、フリーウェイと名付けられることが多い。ABC、地球の歩き方 C11 オーストラリア2014-2015、海底第29版ダイヤモンド社、2014年、654ページ。ありがとうございます。